はい、皆さんこんにちは、なおみちです。早速続きの方からやってみようと思います。実況中にね、その動画外でね、こう結構レベル上げをしまして、これさした。水ベルか、それとも水ベルか。だから覚えておる。君たちは僕は恐竜人なんだということを。大丈夫か。
どこだっけな、確か。どっかで、ここからですね、おお、それだ、そのドリストンがあればグランドリオン修復できるぞ。しかしグランドリオンというドリストンと一体どこで、まあいい、ちょっと待って、グランドリオンが ならない、どこ行くつもりだよ。グランドリオン修復するにはドリフトを生成するだけじゃなくて、剣を活性化させる必要がある。お主はドリフトを生成してくれ。わしは剣の活性化を行う。忙しくなっちゃう。この剣を活性させるには、一度折れて力を失った剣の本体に光る命を吹き込まなければならない。よーし、終わったぞ。石を持ってきてね。よし、こっちも終わった。始めるぞ。待たせたね。見ればいい。これも何て言うんですか。そう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 、高橋周平に言ってなんでやねん。
どこだっけ、あー、この民家だ。で、探査から。そろそろあれだと思うんだけどね、なんか。多分そろそろ新しい武器とか、武器じゃない、防具とか出てくるはずなんだけどね。いいとこ来た。カバンメット。タバンサも大発明。パオロン用の防具の発明だ。大事に使いな。で、こっからの、トーレスの山、ここだっけな、違うじゃん、これかな、まあこの辺はね、この辺、このぐらいのレベルだったらまあ楽勝だよね。まあこのぐらいだったら楽勝だね、これはね。まさかこの木はグランドリオン。少し考えですよね。今日はここで休むといい。
この時にグランドリアンをやられたということですね。どこに行くかっつったら、このマガンクツというところに。これ小さい頃の周平だね。
ちなみにこの勇者の街ってこれ何かっていうとですね、グランドリオンのクリティカル率が上がるという代物で、まあ、クリティカル率が上がるっていうのも、まあ、比較問題っていうことではあるんですけど、これもうこんな音いいんだぜ、これ。バンブット。あ、普通に通常攻撃でも倒せるんだね、これ。知ってるの、うん、お前たちの使ってるのもしや魔法か。今では魔族としか使えない。時の果てに行けばあなたも使えるようになるかもしれないよね。そう、っていうことで、あれなんですよ。こりゃまた変なの連れてきた。こいつカエルだけに水の力持ってる。
新しい仲間できたら連れてくる。おめえら面白い。また次回。